セリザワ・ケイスケ5月13日から1984年4月5日は日本の染色工芸家。静岡県静岡市生まれで、静岡市名誉市民。文化功労者。重要無形文化財、片江染めの保持者。民芸運動の共鳴者でもあり、提唱したリュ義ムと共に日本各地を訪ねて民芸品や民具を調査した。 20世紀日本の代表的な工芸家として、内外から高く評価されており、静岡市立、芹沢啓介美術館が開設されている。実家のご副賞が消失したため画家の夢を諦めて図案を学び、30歳代半ばから染色を手掛けるようになった。オリジナリティあふれる作品群を生み出したほか、本の装丁など商業デザインも手掛けた。 ビジネス面での優れた企画力を持ち、第二次世界大戦後の布不足化では和紙の型染めカレンダーを制作してヒット商品とした。また、その線美岩で世界各地の民芸品や工芸品、美術品を収集した。東北地方、ことに仙台の町や鳴子温泉を愛したことでも知られる。玉造系芸術専門学校、女子美術大学、 静岡女子短期大学科生科などで教弁も取った。息子の芹沢長介は考古学者として活躍し、晩年は東北福祉大学芹沢圭介美術工芸館の館長を務めた。芹沢は確かなデッサン力と瓶型、江戸古紋や伊勢橋などの各地の伝統工芸の技法を元に模様、植物、動物、人物、風景をモチーフとした。 オリジナリティあふれる和風デシックな作品を次々と生み出していった。片絵染めは芹沢が創始した技法で人間国宝に認定された折にこの呼び名が暗出された。一般的な片染めが絵師、彫師、染め師といった職人の分業によって制作される。一方、片絵染めは作品の全工程を芹沢一人で手がけていた。 こうした手法が人間国宝認定の理由にもなったとされている。芹沢の仕事は着物、帯、酒屋具、のれん、屏風、壁掛け、本の装丁、カレンダー、ガラス絵、書、建築内外の装飾設計など、素材、用途ともに多岐にわたっている。また、芹沢のデザインは商業デザインとして着物、帯、屏風、のれん、卓布、風呂敷、 想定本、物語絵、ガラス絵、カレンダー、蔵書表など、様々な生活用品にも取り入れられている。その一方、アジアをはじめ、世界各国の民具や民族工芸品の収集でも知られ、その一端は各地の美術館で見ることができる。以下は、世界各国の工芸品コレクションの一端である。ありがとうございます。